皆さんこんにちは。いつものお寺でもっと先の動画を提供する毎度おなじみ雄大コープ代表取締役社長の三浦雄大と申します。今日はいつも GK のニュースを喋ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。前回の動画はですね、アダのボーイング737-700ダッシュ700の動画がいつと思うんですけれどもですね、今のところ今現在65回再生されています。6月25日なんですよ今日で。今んとこ、まあそこそこ回数を見たんで、今日はちょっとテーマをうんと変えましてですね、今日はですね、またちょっとですね、YouTuber の話を始めたと思います。それ何かと言いますとですね、緊急事態宣言ですね、その時にですね、なんとですね、人気 YouTuber がですね、大宴会をしてですね、炎上してしまったっていうことなんですよ。はい。まあ一体どういうことなのかというと、これから説明してみたいと思います。それは何かと言いますとですね、6月のですね、18日、約今から1週間ほど前かな。確か今日、金曜日か。にですね、実は東京の恵比寿でですね、確か、あやなんていうなんか、YouTuber のですね、バースデーパーティーがですね、なんかお店でやったらしいんですね。恵比寿、まあどういう、まあバーかなんかクラブかちょっとわかんない。でも貸し切ったのかな、多分。まあ31人も集まるんだから、相当多分貸し切ったんじゃないかと思うんですけれどもですね、で、そこでですね、その、いろんな人気 YouTuber とかが集まってですね、パーティーやったらしいんですよね。で、一応、それ以外の中で、一応参加者はですね、先ほど言ったあやなんっていう、しばなんチャンネルっていう、YouTuber、僕、実は他の YouTuber って俺あんま見ないんですけどですね。で、なんか聞いた、あとは聞いたことあるのはね、ですね、水溜りボンドっていう YouTuber。これ登録者415万人とかいるんですごいなと思うんですけどですね。これが、僕で名前で聞いたことあるんですけどですね。あとはですね、先ほどしばなんチャンネルのあやなんと、217万人のボンボン TV のりっちゃんと、205万人のゴムドットとかのですね、人気 YouTuber がですね、集まったらしいんですね。で、それがなんか朝の、なんか夜の8時ぐらいから始まって、翌日の午前3時までなんか、パーティーをなんか、してたらしいんですね、やっぱりですね。で、しかもですよ、これ。なんかいろいろですね。やっぱもちろんその緊急事態宣言もですね、なんか出たにもかかわらずでやったんで、いろいろですね、いろいろ調べていくとですね、なんかやばいなんかことがいろいろなんか分かっていったんですよ。それはですね、これですよ。ちょうどあった。で、なんかその、お酒飲むじゃないですか、お酒。お酒を飲んでですね、なんとですね、お店の前でですね、立ち消してですね、あと、タバコを吸ったりとかですね、やってたらしいんですよね。で、これはさすがにですね、ちょっと、まあ、ちょっと何考えてんのよって、ちょっと本当に思っちゃいましたね、やっぱりですね。で、まあ、31人も、さすがにもう世間はもう非難合合でして、こんな時に何考えてんだっていうことです。で、この、あやなんチャンネル、あやなんはですね、なんとですね、ちょっと間違えたらちょっとごめんなさいなんですけどですね、元看護婦なんですよ。で、元看護婦でですね、今なんか医療従事者が今なんか一生懸命戦ってるにも関わらずですね、こんな行為をしてるっていうのはですね、なんかいろいろ騒がれてるんですよ。やっぱ、一体、あんた、何看護婦を経験してお前何やってんだよってことになって。もうなっているわけでございますよですね。で、これなんかね、子供がいるのかな？なんか幼稚園か保育園のなんか子供がいるんじゃなかったか、確か。ちょっと間違えたらごめんなさいなんていう。で、いるにもかかわらず、夜遊びをしているわけでございます。まあ、まずはですね、まあコロナ禍にかかわらず、こんなその、結構、既婚者にもかかわらず、こんなフラフラフラ出かけるんで、もう、まあ、僕からすればちょっとまあ、非常識で、もう本当本当大馬鹿者で持ってのほかだと僕は思います、やっぱりですね。今ちょっとニュース見ながらちょっと見てるんですけどですね。本当にです。ひどいですね、本当。で、いろいろ、もうなんかそう、文集はなんか言ってたらしいよ。週刊文集でいろいろなんか政治家とかなんか、やるやつなんですけれどもですね。まあ、よくもすごい見てたなぁとちょっと思っちゃったんですけれどもですね。なんか。で、今なんか水溜りボンドでしたっけ？なんかこれが原因でですね、
なんかテレビからなんか押されちゃったらしいんですよね。で、しかもこれがなんか、あの YouTuber の事務所で言うと、ウームさんなんですよ。ウームがですね、なんか、オリンピックのなんかオフィシャルパートナーがなんかそのやったらしいんですけれどもですね、結局ですね、これもなんかちょっと、なんかその、あとはそのコカ・コーラをなん、になんか、なんか、水溜りボンド起用してんのかな？それでですね、結局なんかもう、申し訳ございませんですけど、なんかいろいろなってるんですけれどもですね、今、ウームとかがですね、まあ本当にむちゃくちゃですよ、本当に。まああとはなんか、このようになんかの参加者でしたっけ、まあ、こんなさ、なんか頭をなんか坊主にしてるし、なんかですね、やってんですけれどもですね、まあ僕からするとなんかいろいろ謝罪動画ってなんかいろいろ意外にあるんですよね、YouTuber で。ぶっちゃけ言ってこれあんまり意味ないと思います。ぶっちゃけ言ってそれ、人から見ればですね、まあ、ふざけんな、はぁ、みたいなことにはちょっとなりかねないと僕は思うんですけれどもですね。で、まあ、なんでこんなこと起こったの？まあ、明らかにその、まあコロナを軽視しているのもそうなんですけれどもですね。まあ、やはり自分はタレントじゃないかなっていうですね、なんかその、自分は上なんだっていうなんか意識、まあ上級国民の意識があるからこんなことと僕は思ってるんですね、やっぱりですね。まあ自分たちはな、よくテレビ出てるから安全なんだっていう。だから絶対いい勘違いしてるとは僕は思うんですよ、やっぱりですね。で、しかもそのマスクもせずになんかやってるわけでございますからですね。よく僕、逆になんかこんなたくさんいてやめようっていうのはなかったんですかね。あ、なんかちょ、写真出てきた。文集の写真。これがなんだ？エスポワールドライブっていう、この YouTuber もそうですし、なんかいろいろ、なんか出てる、いろいろなんかね、女の YouTuber とかいろいろ出てるんですよね。で、まあ、あと先ほどの立ち証してたやつなんですけどですね、あ、こいつだ、今日だ、あった。あ、これじゃねえや。ちょっと待って。もっといいのがあったはず。まあ、さすがにちょっと31人で、ね、こんなマスクもね、対策もせずにやるのはちょっと、まあ、さすがにちょっとまあ、やばいとはちょっと思いますね、やっぱり。って、これ、これ、なんでこれ YouTuber 誰でしょ、これ。エビスジャップっていう YouTuber なんで、これ何やって、これ、立ち寄りするとこ撮ってるんですよ、文集さん。で、これモザイクかかってるんですよね。これモザイクかかってないのは、もう、外やばい、なんかもう、映像になってしまうんですけれどもですね。これ、ほんとかっこ悪いと思いましたね。これ親が見たらもう泣きますよ、ほんとにもう。こんなとこ突っ張抜かれて。で、結局この、あやなんでしたっけ？この、YouTube で、で、相当なんか飲んでたらしいんですね、これ。なんか YouTube で。YouTuber で、それ。で。結局これなんかですね、これ書いてこう、まあこれ冷水しちゃったんですかね、これ。冷水しちゃって、これが多分、しゃがんでるの見えますかね。これがあやなんだと思うんですよ。これ、こんなとこまでしゃがんでてですよ。こんなしゃがんでて、これ全部撮られてるんですよ、これ、本当に。まあ、文集さんもですね、相当撮影技術は上手いなと思うんですけれどもですね。こんな情けない姿、本当にですね。まあ本当に、まあやっぱほとんどがこれ多分20代前半、ほとんど20代だと思うんですけど、まあ僕はちょっともう30代のちょっとおっさんの部分に入っちゃうっていうあるんですけどですね。本当にですね。まあ個人的にはですね、まあ YouTuber はもう本当に一般人だと僕は思ってます、やっぱりですね。僕もまだ全然下っ端なんで、まだ学ばない部分もあるんですね。こういう YouTuber はですね、個人的には少しなんか、赤番とかさ、まあ、できればされた方がいいんじゃないと僕は思います。で、少しはなんかその社会の厳しさとかも多分分かってないと思うんですよ、この彼らは。なのでですね、少しはその、何？今までその、懲りた分っていうかですよね、しっかり自分の、あやめたその何間違いをですね。まあ、正す部分に少しなんか、YouTube、Google か何か制裁を受けるべきじゃないかと僕は思ってます。やっぱりですね。まあ、楽しいことは、まあ、わかります。やっぱりその、なんですけど、まあ、この事態はせめてなんか人を減らすとかをですね、やればまだ良かったと、3人か4人とかでやればまだ良かったんですよ。
ですね。あとはなんか感染対策を、まあマスクして、フェイスシールド、いや、僕もちょっとミスコンのパーティーとか行ってるんですけど、まあ、ちゃんと感染対策したくしてますよ、ちゃんと。あの、まあ、ファイナリスト写真撮る以外は、ちゃんとそのマスクもして、フェイスシールドして、手袋をして、あとはその、クレーベリーを持ったりとか、やっと、多分彼ら多分やって、これ動画、写真を見る限り多分やってないと思うんでですね。まあ、少しそういう感染対策をすれば少しはなんか、いいんじゃないかと僕は思います。まあ、このファイナ、あの、この主催、あの、参加者全員がそのマスク、フェイスすれば、ああ、ちゃんとやってるんだなって、僕はそうちょっと思うんですけれどもですね。はい、そんな感じです。あの、他の YouTuber さんもですね、まあ、パーティーとかもまあ、行きたい気持ちわかんない。ぜひとも、もしも参加するんでしたらですね、ちゃんと感染対策をしてですね、こんな格好悪い写真を撮られないようにですね、気をつけるべきじゃないかと僕は思っております。そんな感じです。はい。雄大コープの三浦雄大、ご視聴誠にありがとうございます。まあ、何かしら送ります。それでは。